おはようございます。ダルマ大師は禅宗の諸祖として崇められています。しかしそのご生涯についてはわからないことが多いのです。南インドの孔子王の第三王子であったと言い伝えられています。孔子王はお釈迦様から27代目の教えを受け継いでいると尊崇されていた般若多羅尊者に帰依していました。孔子王は般若多羅尊者に高価な宝珠を施されました。般若多羅尊者は孔子王の3人の王子に質問しました。この宝珠に匹敵する宝は他にあるであろうかと。第一王子の月上多羅も第二王子の功徳多羅もこの宝珠は七種の宝の中で最高のものです。尊者こそこの宝珠を受けるにふさわしいお方ですと答えます。後のダルマである第三王子の菩提多羅だけはこれは世間の宝にすぎません、もろもろの宝の中で最高のものは宝の宝です。この宝玉の光は世間的な光にすぎません、もろもろの光の中で最高のものは知恵の光ですと答えました。般若多羅尊者は菩提多羅の優れた知恵と弁舌に驚きました。この子こそお釈迦様の称号を受け継ぐにふさわしい人物だと思ったのですが、まだ時期が至らないと思ってそのままにしておいたのでした。孔子王が亡くなって多くの者が嘆き悲しむ中、菩提多羅のみは棺の前で禅定に入り7日して出家をしたのでした。般若多羅尊者について修行しました。般若多羅尊者は自分の死後67年後に中国に渡って法を説くようにと言い残されました。碧岩録には次のように書かれています。一部を岩波書店の現代語訳碧岩録から引用します。ダルマは我が中国に大乗の教えにふさわしい人のいることをはるかに見て取り、そこで海を渡りテクテクとやってきて、彼はブッダの精神を純粋に相続し、三界六道で迷っている者に教えを説いたのでした。寮の武帝にまみえます。武帝はかつて袈裟を身にまとい自ら方向般若経を講じたが、感応して天の花が降り注ぎ地は黄金に変じた。武帝は仏道を実践し仏を信奉し、天下に正直を発して寺を建て出家を許し、仏の教えに従って修行させた。人々は仏心天使と呼んだ。ダルマが最初に武帝と会うや、武帝はこう尋ねた。真は寺を建て出家を許した。どのような功徳があるだろうか。ダルマは答えた。功徳はない。武帝は流薬法師、普大師、称名大師と親族二体について議論している。仏の教説によれば、身体は比喩を明らかにし、俗体は比喩を明らかにするとある。身体と俗体とは別のものではない。これこそ正体第一義なのである。これは教論を重視する人たちの最高に奥深く玄妙なところである。そこで武帝はこの究極のところを持ち出して、ダルマに問うたのである。正体第一義とは何か。ダルマは言う、覚念無常と。覚念は開けっぱなしの様を言います。からりとして聖聖という絶対価値さえ消えた世界を示したのでした。定は悟れず自我に執着する見解を持っていたために再び問うた。真と向かい合っているのは誰か。ダルマは甚だ慈悲深くてまた言ってやった、知らぬ。その挙句武帝は目をキョロキョロさせたまま、どこが勘どころなのか、一体どういう答えなのかわからなかったのでした。そこでダルマはそっと国を出た。この親父、
恥じるほかなく揚子江を渡って魏へ来た。当時魏の孔明帝が位にあった。北方の民族で卓抜しを生としていたが、後に中国と名乗った。だるまはそこに来たが、帝に会おうともしなかった。まっすぐ少林寺へ行って9年間面壁し、二祖を祈祷したのでした。その時、広義、北義の高等律師と菩提律師三蔵は、達磨と議論した。師は外形を拝し、ズバリ心を指し示したが、彼らは狭量だったので、相手となり得なかった。競って次々に殺意を抱き、何度も毒薬を飲ませた。六度目には、狂家の因縁もつけて法を伝えるのにも、適当な人を得たので、もはや助かろうともせず、短座したまま逝去した。有事戦上林寺に葬られた。広義の宗雲はインドに使者として立ったが、壮麗で死が靴を片方ぶら下げてゆくのにあったのであります。達磨大師のことを禅の語録では、決死の老子と表現されることがあります。歯が欠けていたことを表しています。無着道中禅師は仏教学者と議論して、激高した学者が如意を投げ打って達磨の前歯に当たって歯が折れたと説かれています。碧岩録主伝承67則には、達磨毒に当たって当面の歯を欠くとあって、毒薬の作用によって歯が抜け落ちてしまったと述べています。いずれにしても大変な目に遭っていたことがわかります。達磨大師は二入修行の中で第一に法音行を説かれています。それは法音行とはどんなものかというに、それは道を修行しておる人の身の上に、何か苦や苦ができたとせんに、その人はこう考えなくてはならぬ。自分は過去無量号に渡りて、元を捨てて末に走っていた。しかしていろいろの世界を流浪してきて、他をして自分に対して怨憎の心を抱かしめた。その心を意外したことが限りなくあった。この一生では別に罪業を犯すようなことをしないにしても、自分の過去の罪業に対しての家宝は、今や成熟しきたってこの身に加わりつつある。これは天からの技でもない、また人間が加えるのでもない、誰も知らぬのである。それで自分は何ら不平の心を持たないで、忍受しなければならぬ。誰をも恨むべきでないというのであります。達磨大師ご自身が身に降りかかる災難をそのように受け止めていたと改めて思ったのでした。それでは姿勢と呼吸等を整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をニャーッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、
鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。